はい、ご無沙汰してます。はい、2023年の9月の1日、まだ9月1日、はい、夜の11時50分ぐらいかな。はい、タイデンがね、前使ってたね、ミニコンポ、パナソニックのね、CD の5枚チェンジャー付きのが、CD オープンしてもね、開かなくなっちゃって故障したまんまで、まあそれでももう10年から15年ぐらい前ね、今富士の中里の辺のね、富士ってもう JR で言うと東田子の浦が近いのかな。うん、あそこの、まあ、バイパスっていうか1号線のメガドンキみたいなところの奥にあるね、オタチューっていう中古屋さんがね、昔100万ボルトっていう電気屋さんだったんだよね。うん、そこでね、結構 N ゲージとかもね置いてあったもんで、いろいろ買ったですよね。はい、そのミニコンポが壊れちゃったもんで、やっぱ家で CD を聴くのにはなんか欲しくなって、沼津のね、野島さん2軒あるんだよね。あの、理工通り。駅に近い方の理工通りの野島さんと、で、新しく、4年ぐらい前にオープンしたララポートの中にもあるんだけど、これは理工通りの方の野島さんで買ったですけど、今、あれなんだよね。見本だけ置いてあって、注文して、どれくらい4日間ぐらいかかるのかな。うん。これ見ればわかるね。ビクターのやつ。はい。昔よくね、電気屋さんでね、この ビクターの犬のね、陶器のね、置物が欲しくてね、VHS、SVHS のね、ビデオマスターっていうの、あれも30万ぐらいしたんだけど、あれ買ったですけどね。もうそういう高いの買ってもね、もう壊れちゃって今はない。うん、よし、一応開封いたしましょうに入んのかな。もう知っちゃったけど、でね、まあ箱がこの箱が段ボール箱がなかなか捨てられなくてね、結構ね、段ボール置き場とかもないかさばってるんだよね。よいしょ、これも面白いじゃんね、こういうやつってよいしょ、ここがちょびちょびここだけちょっと残った、これが厄介。よいしょよいしょよいしょ、できるだけ上に上げて、もう本当、タイデンのいるスペースがここと、ここの間の、本当にこの間にこう寝てるぐらいな感じで、空きスペースが。よいしょ。よいしょ。こっち側が手前らしいね、フロントって書いてあるね。加藤の EF55N ゲージのが、届きましたよって昼間で静岡の巻屋さんから電話があって、まあ1両予約してあったんだけど、フリーであったらもう1両って頼んだけど、あ、今ね PCF 生命っていうね、ドル建て保険をね2019年のね秋ぐらいにねやったですよ。でその時119円ぐらいかな、円が。うん、で今145円とかそれぐらいでしょ。だからまあやった時にね370万円分をドルにして、今円に直すといくらかな。うん、それもね、なんかあと8年ぐらいね置いていけばね、そう100万ぐらい増える、あれなんだよね、満期っていうかね。うん、でももうすでにねそれぐらい
あの為替の変動でそれぐらいになっちゃってるからね、銀行行って話したらね、それに積み立てにさ、みたくしてさ、毎月配当もらった方が得じゃんねみたいな感じでさ、こんな本も買ったの。うんねえ、まあ今配当が2万とちょっとついてるからね、もうそれから考えるとね、その割合でいくと、まあうまくいけば毎月6万5千円仕事しなくても株の配当だけでもらえるって感じになるからね、少しはね生活が楽になる。でもこのミニコンポがね6万2、3千円だったかな、税込みだと。うん、よいしょ、リモコンだね。うん、で結構仕事が昼間で、ま、前の散々ぶ打たれてたところはねやめて、また違うところで仕事の内容自体は旋盤をやってるんだけど、トラックの部品みたいに作ってる、これが、あ、これが上に引っ張ると4分割だった。どうなんだろう。なかなかきっちり入ってるよね。うん。これも。これは？これは電源コード。あんまぎゅうぎゅう詰め込まれたね。はい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 。右足にね、魚の目ができてる。もう4年ぐらい、うん、ダンボールが入ってる、どうしていいんだろう、どうしていい、いたしませんね、大変だ、はい、できませんな、潰れてる、あ、これはなんか FM のアンテナかな、はい、4分割しながら、もうこれで実体が現れた、よし、ああでね、これこの間三島のねオーケストラをね気に入ってきた、はいはい、これピアニスト2人、はい、運命の2台ピアノ、うん、あの右側の女の子の方がクールでね、左側の女の子はね結構ね表情豊かでね、うん、そうだね、結構性格が違うね、うん、デビュー公演ですだと、なんか2回予定があるらしいけど、はいはい、できた、はい、あ、そうで、Facebook でさ、ストリートピアノがなんかどっか駅のストリートピアノが苦情が撤去したって言ったらさなんかそれにすげえコメントされてさ、文化が、音楽の文化がだから日本はダメだね。そういうストリートピアノ、じゃあ金払ってピアノ違うコンサート聴きに行くかっちゅうやさ、おなんか腕時計のこのカシオの
腕時計のアラームが鳴ってるけど、ね、これレトロな。どうやって設定していいかわかんない。で、チッチレーってやったところで、はい。よし。あ、出てきた。よし。こういうやつだね。そんなわけでして、なんかウッドコーンでスピーカーがウッドコーンだって、あ、昨日なんかそういうので作られてんだね。はい、ボリュームソース再生ストップ、なんか USB に録音できるの CD から、再生だけ USB で再生するっていうのはないよね。まあ説明書を見て、はい、 USB を挿すとこあるけど、パソコンでなんか録音したやつをこれで聞けるっていうことかな。 USB ここ挿せば、これから USB に落とせるわけじゃなくって、うん、でいいんだ。ほらたまたま、よいしょ。あ、そう、ジャングルクラブ今やっちゃいけないんだってね。裏はこんな感じ。はい、アンテナとかデジタル入力光、はい、普通の AUX、 はい、なんか AUX って言うけどちゃんとした呼び方があるらしいね、はい、あ、ビクターとケンウッドと合併したような感じなの、はい、メイドインなんとかってないの、日本製かなんか、2023年製、はい、今年作られました。お、そんな感じで、はい、どうも、はい、これをセッティングして CD を切りたいと思います。ありがとうございました。